藤井さんの惜しいプレーですよね。なんかグローブのせいにしてますけど、どういうことですか。ちょっとどういうことですか。今日の先発候補第一番負けてない。いや、でも大野選手の場合はさっきの監督の話じゃないですか、はい、この松本さんの藤井選手の場合は、はい、この後めちゃ打ってくれる可能性もありますから、はい、いや、ほんまに取り返してもらえないの。そうですね、はい、それから吉見先輩大忙しナイスキャッチですよ、やっぱり僕が決めた守備師ですからね。そういうことですね。分かってるんですよ、僕先輩のこと。ちょいちょいあなたは自分のこの栽培をまず覚えてからいく、ね、めちゃくちゃ満足してます自分の栽培。わかりました、はい、その意味でお願いします。お願いします。そして次のイニングは大御所がネクストバッターサークルに向かうようです。森原さん、はい、それから守備位置平成チームの方は変更ございませんか。ピッチャー、はい、加藤お願いします。加藤捕手がピッチャーに。速っ、もう強肩なんで、とりあえずスピードで勝負してもらいたいと思います。うわ、投球練習だけでもすごいですね。はあ、じゃあ加藤捕手をマウンドに送り込んでもう1点もやらないということですね。もうまず抑えに行きます。そういうことですか。わかりました。じゃあ加藤捕手がマウンドへ、そして打席に向かうのはこの方でございます。2回の裏、昭和の攻撃はバッター岩瀬仁紀。いやー、バッター岩瀬さんのコールに一塁側からも三塁側からも大拍手です。バッティングはいいですから ね、まあ、もう少し、バッターの方がね、はい、お客様も多いいるんで、はい、ちょっとファウルボールも少し、はい、打ってあげた方がいいんじゃないですか。わかりました。投げてる途中にすいません、業務連絡です。両チームの皆さん、ファウルももっと打てという森監督からの指示でございます。ファウルボールはプレゼントされます。ただ危ないのでその場で受け取ってください。プレゼントにね、はい、あ、吉見さん欲しい。ちょっとさっき守備で忙しすぎましたからね。即打席ですから、これはファールも打って楽しませましょうという監督からの業務命令でございますので、皆さんぜひ打っていただきたいと思います。そして大御所、先ほどセカンドのナイスプレー見せました山井投手、打席です。ショートゴロ。加藤捕手、ここは意外とスピードボールじゃなくて、はい、ちょっと勢いが出てきましたね。僕が求めたピッチングじゃなかったんですけど、そうですか。えらい急に技巧派になってましたね、加藤捕手。はい、僕はそこに130、140って表示されるのかなと思ってますけど、それはイニングまたぎに温存しとるんですかね。はい、またがせます。またがせますか、はい、加藤捕手、あ、いや加藤捕手、ちょっと投球練習より変化球多めだもん。バッターがちょっと多かったんで、ちょっと気遣いました。そこに忖度が働いてます。忖度が働いてます。わかりました。じゃあイニングまたぎ、次はスピードボール。いっちゃっていいですか。いきます。韓国はい、次行きます。140キロは期待しております。140キロ、いきなりノルマが設定されました。まずは平成チームは負けてますんで、逆転してから考えることが入っていきたいと思います。ベニーがいいことか。はい。切り込み隊長から攻撃が始まる。そういうことですね。ただ田島監督、はい、昭和チームおじさんたち、ピッチャーの耳ちょっと見てください。舐められてますよ。まあ、野球を食べてると大怪我するということで、大怪我しますね。と思います。すいません。ちょっとここはドアラ亀沢対新人王京田の対決、見物です。この耳です。そういえば朝から亀沢さんこれつけとった。つけてましたね。すごいなこれ。はい。平成チームからものすごいヤジが飛んでます。マイクでは拾っちゃいけないヤジが飛んでます。3回の表、平成の攻撃はバッター京田亮太。低めから引っ張っていきました。監督、初
昭和チームとはいえ時代が変わりましたか。おしゃれなピッチャーが登場しました。まあ時代の流れでしょう。昭和になったか、はい、かつて昭和の大投手と言われた方は何人もいましたか。全くスタイルの違う新たな魅力を今の思いを結構見せられていましたが、さあ小笠原さん、亀澤さんはですねすごく盛り上げ役で、まあ、それも一つかなとも思うんですけどもね。いやもういつもそういうこと考えてますからね。そうですね、それもファンサービスの一つ。ドワルドの意味がない。おー急にめっちゃ入ってもらった。ファンです。ファンサークルも先週差し込まれました。ただちょっとここ真面目な話ですが、森監督、長田選手新人王見事でした。そうですね、はい、あのドミニカの方で聞いて、はい、驚いてました。驚いてちょっとあの乾杯したりしたんですか。いや全然しなかったです。ここは新人王のコーナーに当たりです。センターフライ、むしろナイスセンター、ナイスセンター。大野監督マイクで喋ってください。あなた大声ではもうスタント通しませんので、お願いします。決めたの僕ですよ。だからあなたはいちいち采配のことはいい、そこに飛ぶんです。飛ぶんですか、はい、でプレー自体も素晴らしい配送、素晴らしい、はい、日程の吉田選手ですね。素晴らしい。でも腕が長いから、あの人投げるときも取るときも彼もあの、初動が使ってますよね、はい、初動負荷。今日じゃあワールドウィング勢が素晴らしいから、はい、初動負荷。その割には大野さんあんまり行かずに、なんかあんまり行ってないんで、まあまあそこやめておきますが、はい、行きましょう行きましょう。さあ、あ、バッター待てました。送球になりました。ティックワンベース。おい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 。ここは痛いですね。工藤ちゃん、工藤ちゃん。工藤ちゃん、工藤ちゃん。後輩からも工藤ちゃん、ちょっと珍しい形にやりきましょうと。まあ、土下座してたんで、お願いしたいと思います。すぐ許すんだ。優しいな、監督。先輩です。土下座したら監督。そうですか。はい。じゃあ、この後の守備も期待しましょう。ドアラ亀澤。さあ、ピンチを迎えました。投手がホストだったんですね。まあ、ボールを取ることはね、いつも練習してますけど、あの野手が投げてる場合は、はい、カバーリングってなかなかできないんですね。ああ、そういうことか。うわ、監督やっぱり見てるとか、そういうカバーリングとかそういうところ、このガチンコ戦でもご覧になっているというところ、皆さんはどこに注目されるでしょうか。さあ参りましょう。めっちゃ見出してる。ティーランスパイク。エライスローボール67キロ。うわ、小笠原二軍監督、はい、小笠原さん周りの今フルスイングでしたけども、エキスローボールでしたね。これでもしっかりとね、タレントで打ってましたね。打ってましたね。亀澤さんは何か企んでるんでしょうか。妙な間があって、またスローボール。手足が悪い投順機、向こう向きです。小笠さんがナイスキャッチ、ナイスキャッチ。大野さん、あなたの采配がいいんでしょ。この回からセカンド狙撃したら僕です。わかりました。お采配の人飛ぶんです。なるほど、はい、変わったところに打球が飛ぶ。祖父江がすごくない、僕がすごいです。わかりました。2人ともすごいにしてください。もうファーストもそうでしたもんね。ファーストもそうでしたもんね。いやプレーです。谷本選手、ファーストも素晴らしい、セカンドポケットキャッチも素晴らしい、それからセンターの育成吉田選手もナイスプレーでした。